はい、どうも、ウニ YouTube です。今回の動画はね、視聴者さんとのね、トーナメントの動画になります。はい、21時からトーナメントを開催しようとしているんですけど、こちらですね、はい。結構、なんか、20人いて、トーナメント募集して先に集まった8人でやろうと思っていて、一応今回は白レベルが25から30前後。で、まあ、腕音っていう感じ、あんまり差が出ないようなマッチングにしたいなと思ってこういう感じしましたね。で、まあ、次やるときは、まあ、そうだな、白レベル30から40いかないぐらいの人集めて、まあ、次が40いかないぐらいから45とか。で、んでもって、優勝者には1600円分の iTunes もしくは Amazon ギフト、Google プレイっていうのを、まあ、プレゼントしようと思ってて、まあ、私が1位になって奪還します。はい、1600円守ります。つうわけで残り1分です。はい、マジで時計がもう21時の瞬間に没収するんで、はい、トーナメント8人エントリー押した瞬間始まるから待ってね。開いていきます。リーダーはもちろんフォアがスタートですわ。さあ、来た、始まった、始まった、8人これで先に入れた7人の人を、まあ、参加者としてやりたいんだけど、まず、ベオネッタさん、キタさん、中国マライチ、デベック、ミキョウ、あ、五右衛門動画投稿、ボカリボ、あ、はじ、はい、はい、入れた、行きます、行きます、行きます。埋まるの早いな。10秒ぐらいだぞ。はい、まず、五右衛門動画投稿と、中国マライチ。五右衛門動画投稿に関しては実際に YouTube で上に公式に紹介されてる人なんで、で中国版ライチは確か前も参加して優勝はできなかったんだけど、まあ、そこそこの成績を残してるというね実績があるので、そう、今流していく大砲でしっかり牽制。この大砲はな、前バーンは2発打てば死ぬんで、めんどくさいですね、スライムがだいぶ。いやー、これどうなる。ボエモンドが投稿のリーダーがフォアガなんで、で、ライチがレトラなんで、ま、先にどっちも切りたくはないよなっていう感じだよな。フォアガ切ったらレトラに焼かれるし、レトラ切ったらフォアガから一方的に焼かれちゃうから、そう、どうなる。あ、でもこの、いやー、ボエバーンね。結構流し、あーおー。いや、これおもろいんだよね、トーナメントってマジで本当に。クソおもろいからマジ。スライムで守るが、いやー高いね火力が。ジャイアントベビークルミ割り多くね、守るが多くがスルーしてしまう。多くで守るか、その多くも無視してしまう。いや厳しいね、このさ、このこれやばいね、こいつ、こいつでめっちゃコスト使ってるね。いやー厳しい。相手のマリオネットにもう7コスぐらい使ってる、1匹に。あれ、来たね。レトロ来た。来たぞ。ライチューのもう一体がフォアガだ。いやー、これ厳しいんじゃないか。このレトロはね、フォアガに一方的に焼かれちゃうんで。いやー、これ厳しいぞ。厳しいぞ、これ。すごいもんだが投稿も、切っていく。が、しかし、上のフォアガも、これ相手のレトロに、いや、だから時間がない。時間がないぞ。いや、バーサークを3匹切っていく。いや、止めらんないじゃないか、これは。五右衛門動画投稿。リザードマンを流すが、あー、いってしまったね、今。あー、厳しい、これ。いや、ライチュウのマリオネットは効いたんじゃない、これ、だいぶ。いや、結構ライチュウのマリオネット入ったよ、これ。いやー。いい戦いだった。GG。いや、次は青さん別ポンチャネコ。はい。次は青さん別ポンチャネコ。青さんに関しては、まあ、あれだね。よく俺の動画に、俺の動画にちまちまコメント残してくれる子。ポンチャネコに関しては、この人もね、まあ、YouTube やってて。はい。なんだろう、うまいん、結構。
俺よりは強い子だ確かなんで、確かうまぴーも1000超えで、強ぴーもなんか5、600ぐらいいってた気がしたんで、結構今回ワンチャンあるんじゃないかなって思って、ポンちゃん猫参加したから。ただ上手い方なんで、ポンちゃん猫はね、このね、イミリアがね、使うんですよね。ただ、いやー、フォアガとサタンか、なるほどね。ポンちゃん猫ね、他にも、ロボガとか持ってるからね、ロボガ、フォアガの構成は結構強いんじゃないかって、ガール系は強いからね。そこに対して、うわー、レザー切ったね、先にレザー切ったね。ただ、バーサーカーを一緒に流すことによって、フォアガを、こっちに、いや、このレドラがさ、いや、どうなるこれ。バーサーカーがポンちゃん猫の後ろに入っているが、しかしって感じ。しかし、レドラが一方的にやられるが、これレドラとフォアが当たっちゃうんじゃない？当たっちゃったね。いやーこれ、どうなる？フォアが生き残るか、生き残ればでかいけど。生き残れば逆転あるけど、うわなーギリギリだね。さあ、ドネス。うわぁ、鳥が取れた。これ厳しいな。だいぶ青さん優勢だけどコストが残ってるのかって感じだよね。バーサーカーも流してレザラも一気に入れたから、いやーこれをこの流れを止めれれば、この流れが止まれば、あーサタン来たね。闇玉でフォア側しっかり引き連れていきたいが、下からエミリアとリス入るが、しかしいや抑えたい、ここ守りたいね、ここ守ればある、やばい。でもあ、やばい、これは、どっちだ、でも、オークが入った、オークが入って、結構ダメージ入れてる、エミリアとリスは止まらない、だ、白の、やばい、白が3分の1削れてる、あ、もう半分ぐらいいきそう。これはこれ、ポンちゃん猫のカウンター勝利って感じ？うわぁ。なるほどね。うまいね。いい感じにさばけたね。さすがだな。はい、次、ウニ YouTube VS、お相手、ボカニさんですね。まあ、ウニ YouTube さんに関しては、言わずとも知れた天才。天才、なんで、ちょっと待ってくれ、どうしよう。ちょっと待って、怖い。どうしようかな、これ。え、マジ、勝ちたい。結構緊張してるからね、だいぶ。いやー、こう真ん中の鳥で取ったら勝ちだな、実質。うわ、大砲同じ、全く同じタイミングで入ったね。いやー、こう真ん中の鳥でちょっと譲る感じになるな。あ、いいでしょ、別に。全然詳しくない？いやー、あまりコストを使わないでいきたいな、ちょっとこれ。まあ、ドローっつうのはね、ちょっとあんまり面白くないからね。スケルティーナがやばいなぁ、マジで、ほんとに。スケルティーナ流しね。タコナイス。あー、チビブルどうしよっか。そのチビ砲はね、別にだよ、別に。消えてくれたし、消えてくれたのはできないなって感じ。チビブルとアシュラ、あー、うざいのばっか思ってんな、なんか。1分か、残り。若干攻め気味でいきたい気がする。もう生きてんね、なんか蘇ってんね、スケルティン。このスケルトンさ、一発さ生き残って聞いてくれた。時間がな、時間が時間って感じで、緊張してさ、そうさ、手がさあんまりうまく回らないっていうのもあるんだけど、鳥だ、やばい、まずい、まずいぞ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 。いや、時間がねえな。いや、時間がねえ。なんせ。時間がねえし、スキルの生き返ってるし、砦は取れてるけど。ガチまずい、ガチまずい、ガチまずい、ガチまずい。危ねえ、そのスキルと入ってる、なんか。あ、ある。いや、待って、いけた？え？ちょ、ほんとに今のスキルでよかった、待って。ちょ、ほんとに怖いんだって。てかさ。ちょ、下に砲が切ります、もう。
圧かけていかないといけない。あとこれは一択さいな。キメラね。キメラ別にどうでもない。やぶねえ、マジでさっきのスケルトン。でもな、なんとかなった。キュラ来ちゃう。やばー、マジで本当に。いや、とりあえず勝ったし、これは。あぶねえ。ガチあぶねえ。よかったー。はい、ウニ YouTube さん大勝利っすね、これで。くぅ、お次、デベ君ウニキョウ VS ベオネタさん来たの。ベオネタさん来たのはあれだね。今回最速で入ったんで、今回の、ま、このトーナメントに対するね、熱意はね、多分一番あるんじゃないかなといったところ。デベ君ウニキョウもね、この動画によくコメント残してくれるね。いい視聴者さんなんですけどね、ベオネタもね、通知が。懐かしいね。二人ともね、同じぐらいの強さを持った視聴者であるが、しかし、どっちが、取り出を取る。まあ、さすがに、そうだよな、ね。そっちレベル、マーメイド。エミリアね。エミリア強いよね。一方的にこう削っちゃうからね。お互い攻めあぐねてる感じだね、これは。だが、ビートル、ビートルだね。ビートルは強いんす。あー、マーメイドがここで3匹眠らしていく。でかすぎる。この3匹眠らすはちょっとさすがに犯罪的だけど、しっかりブルドラで対処するが、フォアグが後出しで出てくるけど、どうなるこれは。エミリアが刺しに行くけど、ビートルで壁も張られて、ブルガー、ブルドラゴンが絡めてしまう。いや、この3匹眠らせたのやばいな、マーメイド。これいかついね、マジで。だからプリキュア、プリキュアやばいね。どうする？リリスを切ったね。もう一体相手アークエンジェル。いやー、だってこれは大型。いや、フォアガを、まあまあ、枯れるか、枯れないかといったところ、フォアガ枯れなかったってことはちょっとまずいぞ、これは。さあ、いやーもうこっから厳しいね。上からプリキュアも流れてきて。もう守り札がない。が、しかし。いやー、どうなる？いやー、これ厳しいんじゃないかと、40秒。止めれるか？このプリキュア2体と、フォアが。だが、剣士が一発がまだ入らない。が、しかし、入ったダメージが白に。いやー、これは大型戦、あれだね。大型戦いい感じに、うまーく処理されちゃったのが厳しかったね。あと、これで、マーメイドであと3匹眠らしたのがね、俺だったら発狂してるわ、マジで。ビオネッタさん来た、おめでとうございます。ですさあ、先ほどね、中国版ライチューさあ、中国版ライチュー VS ポンちゃん猫。いやー、どうなる。キワヘイを出していきたね、最初に。だから負けじとバーサーカー。最初の取り手合戦だが、これ取れたね。でかいぞ、これは。ライチューだいぶでかいぞ。しかもワーウル持ってる。これは熱い。キラービで横差ししたいが、しかし、いい感じに守られてしまうし、バクージーもいる。フォアドラね。そのフォアドラはすごいいいね。しっかり抑えて。長ホアガキラホアガキラてしまうと。厳しいね、これ。白羽の矢、いやー、刺さってるな、しっかりこれ。結構、ポンちゃんの方がね、だいぶコストまだ、コスト結構使っちゃっている感じがするんでね。いや、こっからいい感じに。いや、ライチュー、これ結構ガシガシ攻めたね。これで3つ目取れたのが、いやー、4つ目取ってしまった。攻めて取り出を取って、しかもと、あー、白にダメージも入ってしまって、これはちょっとまずいな。もう決着ついたか、これ。バーサーカー流して、いやー、いやー、もうこれは止めらんないでしょう。これはもうな、フォアガを切るが、しかしって感じ。フォアガだけじゃあ上しか見れず、剣士で守ってルが多くも流れてきてしまっ
ってレドラーも切られていって、これはちょっとそうだな。いやー、僕相手の砦結構ガッて取ったのがマジでかったな。これおめでとうございます。決勝進出主力万第一。さあお次は俺ですね。俺だ、俺なんだけど、あーまあありかな。オッケーオッケー。いやーフォアガだもんね。どうしようかな。いやー怖えなこれマジ。いやどうしようかなこれ。剣士重ねていきたいんだけど、剣士重なるかな。真ん中の砦で2個取った方が勝ちだな。もうこれ確実。もう1本取りたいけど、ちょっとまずい気がするこれ。あー判断が遅かった。これはやばい、それまずい、やばい、激ヤバ。それマジか、見てくれ。あーどんぐり埋めたいけど、埋めるか。これで削ってくれてるんで、剣士でしっかり反応したいが、ビートルガチやばいな。ビートルマジやばいけど、このトレスもでかいんで、なんとかして、フォアが切っていい、これ。切る、フォアが。やばい！トリガーパルトルガチまずい。マジか、マジか、マジか、負けたぞ、これ。結構がっつり取り残ってきたな。やばい、ちょっと雑になってるプレイが。甘いぞ。あ、負けた臭いな、これ。まずいかもしれないな、これはね。ちょっと待って。それ取り合って取れたのでかいからさ、ちょっと。守りたい、取り出を。オッケー。なんとかして、取り出は取れたんで、相手のフォア側ヒドラで勝っていきたいんだけど。どっちが先に白羽が切るか。オッケー、でかい、偉すぎ。出すよ、ヒドラ俺。あと、時間ないし。アークエンジェルか。そうだ、アークエンジェルだった。厳しい、厳しいね、これ。やばい。回復してもらうかと。首、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 首。あー、守っ。いや、まだわかんない、まだわかんない。入んねえかな、首。いや、とりあえず、ドローでも、判定勝利でも勝ちなんで、ビートラーは無視でいいじゃん。入るんじゃないこれ。入ったっしょ。入った。オッケー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 。あとあと守る、あと守るだけ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 。やーぶねーマジで。いやーマジフォアが切るタイミングめっちゃ早かったと思ったけど、なんとか勝った。いやーめっちゃ、いやーもう心臓やばかったマジ。やーぶねー、最後だー。最後だね。これはね、ちょっとカシが欲しいんだよね。いやーまあありかな。ありだな別にこれやって。さあ決勝戦、なんか決勝戦も流れちゃった私ですけど、頑張っていきたい。いや真ん中の砦これめっちゃ欲しいな。バーサークだもんなやっぱり。いやーやっぱり、いやケットシーとかチームメイト欲しかったなってなると、ランスとかじゃないのこれ。取れたりしない。でかすぎ、でかすぎ、偉すぎ、偉すぎ、偉すぎ、ガチで偉すぎ。それはびっくりしちゃった俺、偉すぎて。いやそのイフリートやばくね。そのイフリートまずいな。消えてくれたのは偉いんだけど、いやーどん、いやーあーあー剣士めんどくさいね。ちょっとベビーかー、縮めてほしいな。グズられてるしな、しっかり覚えてもらいたい。
うん、オッケー。だから、やらせる。フライトのエフィールド枯らしたいな。めんどくせえな。エフィールドさ、使ってる見方したらだけど、使われたら結構ダメだよ、これ。なんか、いや、3体行こう。いや、3体出したからさ、そこは勝ってほしい、全員。オッケー。偉い。偉いが、レグラ切ったら負けな、え、違う、レグラじゃねえな。フォアが切ったら負けだからさ、マジこれ。いや、そこのタイミングでさ、このゴースト消えてくれたのさ、偉すぎマジで、本当に。びっくりしちゃった、俺。時間がないぞ、これ。時間がなくなってきつつあるんで、上にフォアがをまず出しますと。もうここにヒドラ出すのさ。取られていくね。ってことは上に来るよ、ヒドラが。来ない、まだ。来るよね、絶対。来ない。コストがない、まさか。下に出してきた、下に。てか、これさ、俺が優勝したらさ、俺がさ、iTunes カードもらうんだけどさ、いいのそれ。ちょ、ワンチャンない?ちょ、はい、ないけどさ、これ俺勝ちなの?勝っちゃう?俺、まさか。勝っちゃったりする?ちょっと、そうじゃないけど。あ、俺が勝っちゃったな。ってことは、いや、え、俺の勝ち、あ、俺の勝ちなんだ、そっか。はい、ということで、今回 iTunes カード1600ゲームゲットしたのはね、ユニ YouTube さんですね。おめでとうございます。え、はい、というわけで、はい、いや、おめでとうございます、ユニ YouTube さん。はい、というわけで、次回のところでお会いしましょう。さよなら。